カニのゆみです。今日はフラの基本ステップの一つカホロをやっていきます。前回カをマスターしてフラを踊ってみようという動画を配信したんですけれども、このカホロとカをの2つのステップがマスターできればフラはほぼ大丈夫というとても大切なステップになります。ぜひこの動画でカホロをマスターしていただいて、好きなハワイアン音楽に合わせてステップを踏んでみてください。リラックスしながらビートに合わせて体を動かしていると、心も体もほぐれてくるのを感じると思います。一定のリズムに合わせて体を動かすと、自律神経が整ってセロトニンの働きが活性化され、ストレスに強い心と体になるという、科学的なデータも出ています。今本当に私たちストレスがね、知らず知らずのうち、感じてる方もいるし、感じてないけど実はすごくかかってるっていう状態に今このコロナ禍でありますので、ぜひこの動画で楽しく練習しながら自律神経を整えて免疫力をグッと上げていっていただきたいなと思います。フラを練習しながら免疫力も上がるという、1粒で2つ美味しいレッスン動画になってますので、ぜひ一緒にやってみてください。ではカホロのステップをやっていきます。まず基本の立ち方からいきます。足はパラレル平行です。足と足の間を少しだけ開けていただいて、つま先は正面、膝も正面になります。つま先がこう開かないようにお願いいたします。つま先は正面です。はい、そして、前回カオというステップはその場で体重を移動していくというステップだったんですけれども、カホロはですね、右に2歩、左に2歩、進むステップになります。右に2歩、左に2歩。では足の運びをやっていきます。まず右足を開く、そしたら閉じる、開く、閉じます。次にこの閉じた足をまた開く、閉じる、開く、閉じる。もう一回いきます。右に開く、閉じる、開く、閉じる、開く、閉じる、開く、閉じるという足の運びになります。フラの特徴はステップを踏むときに左右に優雅にヒップを動かすという、特徴がありますよね。これは自分でお尻をこうやってフリフリするのではなくって、重心を低い状態にして低いまま頭の高さを変えずに床を押します。で、その床を押した力を利用してヒップを左右に押し出しています。その動きの連続になっていますので、決してこう自分でね、フリ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 お尻を振らないようにしてください。では、行ってみよう。
が役に立ったよ、楽しかったよという方はチャンネル登録、高評価お願いします。いろんな質問、コメントお待ちしてます。